はい、とりあえずこんな感じで軽くアドリブでやったんですけど、今日はアカペラのイベントってことで正直結構場違いだったなと思うんですけど、なんか1週間前くらいに僕は早稲田ビーストゴジラっていうビートボックスのサークルに入ってて、まあ、あとアカペラだとチョコクランチも入ってるんですけど、なんかそのサークルの横台さんっていう人がいるんですけど、その人から出ないかって言われて、ちょうど予定外したので今日飛び入りで出たんで、全然ネタとかも考えてなくてあれなんですけど、よかったら聞いていってもらえたらと思います。よくやってるネタの一つで、僕普段はあんまライブとかじゃなくて大会とかに出てるんですけど、まあ、今月の最後の方もなんかその JBC っていう日本の全国大会っていうのがあって、ビートボックスのそれの関東予選があるのでそれに出るので、まあ、なんかあんま一般人が見に来るやつじゃないですけど、もしこの機会にビートボックス興味持っていただけたら観戦しに来てもらえたらありがたいなと思います。じゃあ最後にちょっともう一つだけやって終わろうかなと思います。
どうもありがとうございました。